昨日午後5時40分ごろ、西区小井本町の6階建てビルで、建物の周りに組んだ足場の上で作業員が感電して倒れたと通報がありました。この事故で佐伯区のアルバイト作業員亀井裕樹さんが意識不明の状態で病院に搬送されましたが、およそ3時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、亀井さんは当時地上8メートルから9メートルの高さにある足場の上で塗装現場を固定するなど台風対策の作業を行っていたということです。警察は亀井さんが作業中に感電したとみて詳しい事故の原因を調べています。